ルーツオブ電気グルーブ俺っちの音ふるさと。この番組は東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すためのカルチュラルアパートメンツ Be at Tokyo のサポートのもと、ラフォーレ原宿6階にオープンした Be at スタジオ原宿からお送りいたしますと。今日のテーマは何でしょう。はい、今回のテーマはパデシャンブルグです。なるほど、はい、出ました。はい、はい、まあそれぞれとして、うん、恒例の、そうだよね、恒例なんですけど、これすごいっすよ、ね、これ、うん、見てくださいよ、ほら、あの作ってスタッフが作ってくれたっていう、あのジョッキを作っときましたっつって、ね、うん、いいねいいよね、うん、ほらこれ滝専用売ろうよなあ、うん、いいよね、うん、そしてで今日は半分もこの番組さ、うん、ビールを飲む番組になってるんだけどさ、もうだんだんそっちにシフトしていく、いろんなビール飲む番組に、うんうん、それだけでも成り立つからね。成り立つよな、うん、本日は、はい、今日はね、しかもベルギーのシメイ、ベルギー産ビールですね、はい、ベルジャンビアということで、はい、もう一本ゲットがいいか、あ、ちょっと待って、あ、失礼いいんですよ、あ、これ、そうか、これお互い、あ、君のだから口づけんの俺なんかお前にあ、お前だなと思って今やめちゃった鼻に鼻の最近さ、うん、年を取ってかな、うん、むせが止まらなくならない、なる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 、あれは本当老化現象やばいよね、うん、あの変にさ、うん、物が詰まったりとかさすることない、なんかそうで昔だったらその例えば今むせじゃなかったけど、うん、むせて、うん、あの会話にまた戻ろうとするじゃん、うん、で、あの相手もさこうむせてすぐ、昔はすぐ復旧したから、うん、若い頃は、うん、でまたすぐ会話に戻れたんだけど、うん、最近さその まだむせてて相手に待ってもらうこと、うん、あるあるある長いよね、あるある、長い時間待ってもらうことが多いっていう、うん、病気の猫みたいになっちゃったけど我慢だ、毛が抜けちゃってはい、じゃあということで、じゃあ今日も、はい、今日もよろしくお願いします。いいですね、専用ジョッキ、左利き用なんだね。そうなんだよね、俺も今そもっと思ったけど、うん、そうね、あ、うめえな、うめえ、うん、俺、うん、今日仕事これだけなんだけど、うん、仕事で一番最初にしたことがビールを飲むっていう、そうな、うん、そんな消えてからの方がいいな、よし、まあ、はい、で、さあ、じゃあパデシャンブルグ、パデシャンブルグ、はい、今感じるの忘れてた、何だっけって、あのね、はい、パデシャンブルグは、うん、これもね、ドイツのデュッセルドルフのバンドなんですよ、はい、で、ね、もちろんご存知ですと思うんですけど、はい、でね、実はね、この彼らはね、活動期間がすごい短くて、うん、で、アルバムもね、実はあのオリジナルアルバムって3枚しか出てないんですよ、うん、で、3枚あって3枚ともね、メンバーが違う、あの主要メンバーが違うんだよ、ね、うん、っていう、まあ、バンドなんですけど、まあ、ちょっと変わってるよね、変わってる、でね、うん、その3枚のアルバムがあって、その3枚のアルバムでどれも味が違うのよ、うん、だから、なんでパデシャンブルグが好きでって言っても、うん、一口にね、うん、でね、どの時代のどのパデシャンブルグっていうねっていうなんだけど、はい、でも、うん、基本的あの一般的にパデシャンブルグの、うん、といえば、うん、このファーストなんですよ、うん、このファーストアルバム、はい、これね、日本庭園のやつ、これ有名なやつなんですけど、はい、でこれね、はい、でこれは最初のラインナップ で、うん、でこのシングルとかもそうなんで、このアルバムで出る前に出たシングル、うん、パデシャンブルグのシングルなんですけど、まあ、これこのチクザクっていうさ、うん、ドイツの名門、はい、レーベル、インディレーベルが ZIG って書くのかな、チクザク、ね、ZIG じゃなくて、ね、あの CK かチクザク、チクザクかで、ね、そこから出てるんだけど、でこれまあこれね、はい、これこのでこれはこの1枚ファースト、初めて見たファーストアルバムのね、うん、頃のパデシャンブルグっていうのは、うん、そのポルガーヒラーって、まあ、これこれもチクザクから出てるんだけど、はい、じゃあのホルガーヒラっていう人、このサスペンダーの人なんだけど、はい、この人ね、このボーカルですよね、そう、はい、サスペンダーの人なんだけど、うん、これ、ま、あこの人が、まあ、あのリーダーというか、はい、あの音楽的な主導権を握ってた顔となる人ですよね、顔、はい、うんうん、でホルガーヒラはこのアルバムでやめちゃうんだけど、うん、他のメンバーがあれなんですよ、もうこれここに入る、ここに行く前にいたメンバーで、FM アインハイトってノイバウテン、うん、アンシュ全然ノイバウテンのね、うん、メンバーの人とかがね、はい、いたりとか、うん、あとこの時トーマス・フェルマン、
トーマス・フェルマン、メガネの人がトーマス・フェルマンなんですけど、うん、これあのサンエレクトリックとかさ、うん、後にいろいろやってますよね、オーブとかね、ジオーブのメンバーですよ、はい、後のね、うん、で、あとモリツ・フォン・オズワルドって、まあ、あの、うん、この時はいないんだけど後々入るメンバーは、うん、ベーシックチャンネルとか、うん、モリツよっていうその後のね、で これ81年か、はい、81年のアルバムなんだけど、後 の, そのテクドイツのテクノシーン の,、うん、の中心人物、中心人物となる人たちもすごい参加してるんで、うん、息長いですよね、そのパリ・ジョンブルクやめてからっていうかさ、そうそう、で、うん、またこれもディッセルドルフでしょ、でクラフトワークもディッセルドルフだし、前にやったダフもディッセルドルフだよね、うんうん、そうとか、うん、そうか、でまあディッセルドルフ他にはアタタクとかさ、うん、まあそのなんかあのベルリンとは違ったこう、うん、ジャーマンニューウェーブの、うん、まあ、なんていうかな、独特の街っていうかさ、モダンですよね、なんか、ね、あのあれクリップ、クリップスとかもそう、はい、なんだろう、日本に例えるとどこなの、京都っぽい京都っぽいのかな、日本に例えるとっていうか、そこデュッセルドルフに ちっちゃいあの日本人街があるんで、あるよね、でか日本人が確かヨーロッパであの一番大きなあの日本人街でしょ、あそあデュッセルドルフ、あ、うん、そうなんだ、あでもデュッセルドルフってカタカナで書いた時にすげえ、うん、出しづらいんだよね、あのうちあのあれもともとないよね、あの日本語の表現でデュッセル、デュッセル、デュッセってデュッセ、そうね、スとさ、ユがちっちゃいのデユ、デユだもんね、うん、デユバヤリーズの昔みたいなさ、あそうね、うん、ビャリーですね、そうビャリーズ、はい、ピーポよりうまいならピーポだけ、はい、それ関係ないけど、ね、そう関係、そう、これがこのビルなんか入ってると思って、うん、いやこれ大丈夫、合法、合法だよね、よかったもうそんなことで、そんなことで執行猶予なくなるのかなと思ってさマジかよっていうさ実刑うビールで実刑、本当にマジでこの間だと友達に「滝さん一緒に魚取り行きます」っつって「あと貝も取れるで」って言ってて、うん、それ合法っつったら「いや合法じゃないっていうかあの漁業権ないけどね」って言ったら「それ密漁じゃんか」っつってそれで執行猶予なくなって刑務所に入るの嫌だわっつってピエだけ密漁で大密漁でって実刑っていう貝持って捕まっちゃってさ、昔、うん、あの俺毎年ねあの12月26日俺の誕生日に、うん、あの地獄温泉っていうのを、うん、あのリキッドルームでやってるんだけど、ね、はい、あれ で毎年毎年あのいらないものを配るっていう、最初はワン、うん、あの昔バウであったあのワンドリンクが5食でワンドングリ付きっていうのがあって、うん、で本当にドングリ配ったんですよ、ね、で次の年はじゃあドングリじゃなくて何かいらないものをあげようって言って、うん、次の年はねあのワン松ぼっくり付き、あったね、うん、あった、でそれがいろいろ毎年毎年なんかそういうものやってあげてて、うん、サザエの蓋とか、うんうん、あとなんだっけな、あの割引って言って、あの紙おもりみたいな、あの釣りで使う、うんうん、あのパックマンみたいになってるやつ、そう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 、ね、あの何かというと大量に買ったのか揃えられて安いやつ、うん、安いかつもらって嬉しくないもの、はい、うん、捨てようかなって思うけど、そう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 、一応家までは持って帰るけど、家に持って帰った瞬間に魔法が解けるやつな、それで 1回そのあのもう10年ぐらいやってるから毎年毎年そういうの考えてるんだけど、うん、あ2どんぐり付きの土地もあった、あーなるほど今年は大盤振る舞いで、なるほど2どんぐり、あと、はい、フリードングリ、取れるだけいいよっつって、そうそうそう、あのリキッドルームのロビーにあのどんぐりが山積みになってて、うん、お好きなだけどうぞ、あーなるほど、太っ腹の、なるほどなるほど、そうそう、それもあったりとか、うん、あのある年に勧誘ドロップってあのよくね、あの赤ちゃんの時食べるやつね、そう、うちらぐらいの世代の人には馴染みあると思うんだけど、うん、幼稚園とかでね、あのそうそうそう、午後あの、うん、食わされるっていうか食うんだよね、そうそうそう、だからサプリメントみたいなもんなの、そうそうそう、だからサメの油でできてる病気予防のために食べるやつね、うん、ちっちゃいグミみたいな勧誘、ね、ドロップ勧誘ドロップで、それをじゃあね、あの1ワンかあの入場者全員ワン勧誘ドロップ付きっていうふうにして、うん、一回発表までしたのよ、うん、で入り口でもうあのゴム手袋をつけたあのリキッドルームのスタッフが「はい口開けてください」って言って口に直接そうそうそうなるほど、はい、イニシエーションみたいな感じでやろうっつって「はいはい、いいね」なんて言って、はい、リキッドルームの山根さんとそれでもう発表もしたのよ、うん、こうしたら勧誘ドロップの会社からリキッドルームに連絡があって、うん、それ薬事法違反になると一応のなるほどあの医薬品、うん、だから扱いなんで、そのあのそういうあの薬剤師の免許とかない人が勝手にそういうのやっちゃいけませんよってことで、はい、で
それ急遽それ発表したんだけどやっぱりやめますってことになったの、うん、でやめてじゃあどうしようかってじゃあ砂利でも配るっつってつぶつぶだしっつってそうそうじゃあ先着300名に砂利プレゼントにしようっつってで言ってで山根さんと話してたよ、ね、でそういったら砂利どうするとか言ってからさ、うん、あじゃあだったら川どっか行ってスコップでガサン行けばっていうで静岡だから、うん、あるある安倍川とかあるから、うん、安倍川静岡 の美味しい寿司食あの食ってそのあのそのそのあと砂利取っ て, っていいじゃん一石二鳥じゃんなんつって、うん、じゃあ行こうよ山根さんつってスケジュールも押さえたんだけど、うん、今度調べたら河川法っていうのがあって、ね、そうだろうねそうだと思う川田の石とか勝手に持ってっちゃダメだもんねあれで それも事前に気づいてさ、うん、いやなしなしなしってなったんだけど、うん、もうちょっとで河川法で俺捕まるところだった、うん薬事法をクリアして次河川法ですっていう河川法で逮捕っていうさでももしお前が捕まって、うん、本当逮捕される前に俺がもしそれで、うん、味噌ついてたとしたら、うん、真打ち登場って感じだった、まあ、そうだろうなあと今知らずにうっかり砂利取り行っても俺捕まるんだろうなそうそうそうで危ないぜ危ないよな、うんうん、砂利には手を出すなってお前がお前のことを落とし入れたいやつが、うん、砂利をポケットにこっそり入れてそれで職質からなんか受けてああちょっと いいですかあの持ち物検査ってポケットが砂利が出てきたらっていうのでうはいお縄っていうことだろそうビエール殺すにはない刃物はいらないそうだよねあのなってる木の実だからうっかり手伸ばさない方がいいなと思っても今危ね危ねっていうそうそうそうで、ま、ちなみに、うん、そうそうそれに関連してんだけど、うん、ホルガーヒラーも俺と同じ誕生日だったあそうなの12月26日あホルガーヒラーそうあとだからね12月26日生まれは、うん、グレート義太夫と、うんエスパー伊藤と徳川家康と毛沢東、うんうん、なるほどなかなかのもんですね、うんうん本当っすね、ビッグスモードンって感じでしょそうそうで、ね、なかなかのラインナップじゃん、うん、あと小栗旬小栗旬かだから俺、ね、から俺小栗旬の生まれ変わりなんでだよなんでやろなこれ何かっていうと、うん、なんでやろなってこれ滝さんなんでやろなこれ、はい、赤井秀和のものまで、はい、赤井さんどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかってなんでやろな別バージョンもあんだよねちょっと怒って言うやつなんでやろなっていうと元気ですかのトーンで言うのもあったじゃんなんでやろなっていうくだらねえな それの自主練バージョンもあるよな自主練バージョンで赤井秀和がそのなんでやるのを自主練してたりとつまり録音したじゃんあ一人ラジオドラマでしょそうそうそうあったなんでやるななんでやるなこれは強すぎるなみたいな最初に赤井さんのところにアリさんマークの引っ越しセンターからその CM の出演依頼が来て来るところからっていうそうアリさんマークのアリさんマークのかなんでワイナイヤみたいなそうそう40メーター40メーターになるんかワイガみたいなクレーンでみたいなやっとくかみたいななんでやろうなそして本番当日っておはようございますってそれの15分ぐらいある15分ぐらいある滝が一人でやる何即興の、はい、一人コントみたいな一人コントなのコントなのコントなのかな分かんねえ妄想だよねそう、はい、それがあるんで、うん、またいずれそれ発表しますどっかだねそうだね、うん何の話だっけ？そうだ、パレシャンブルクの話な。あ、誕生日。前提で言ったらな。うん、誕生日。はい、君4月8日生まれじゃん。4月8日ですね。4月8日も結構お釈迦様でしょだって。お釈迦様、古くから言うと千正男、うん、桃井香織、うん、松本明子。うん、みんななんかお騒がせ系っていうか。そうだろう。で、そっからもうお騒がせするやつが続くんだけど、うんピエール滝、うん沢尻エリカ。うんあとボビー・オロゴンあとはあいつ入江あいえいえおいえいえプロモエリエ、はい、もうそ後半4人全員新聞になってるっていう新聞載ってるっていう新聞載ってる新聞載ってるやつっていう4月8日そうなんですよねなるほど、はい、じゃあどうでもいいですよそう、まあまあ、それがそのトルガヒダね、うん、トルガヒダ戻ることもあんだなそこにちゃんとトルガヒダが、はい、そうそう、うん、いた頃のこのパラシャンブルクこのファーストアルバムなんだけど、はい、これねすげえ変わってんだよねフライングリザーズってバンドが、はい、ユニットがあって、うん、イギリスの、うん、それのデビッド・カニンガムがプロデュースしてるんだけど、うん、
なんつったらいいんだろうな。なんかちょっと、バンド演奏ですけど、なんか引っかかりがあるよね。あのね、でこの人たちは、あの今あの聞くと、ファンクをやろうとしてたんだよね。あ、フランク・リザース。じゃなくて、パルシャンブルクのファーストって。あ、で、ファンクをやろうとしてんだけど、手癖がすごくて、あのなんかすごい奇怪なものになったっていう。そうね。あのレゲエとかもさ、あのジャマイカ人がロックンロールやろうとしたんだけど、うん、やっぱ、うん、あの手癖がすごくてああなったとかさ。そうね。あるじゃん、そういう。その、鉛っていうかさ。あの車でいうこっちが六角形の車輪でこっちは四角形の車輪で走るみたいな感じのさ、うん、そういうような、なんかいびつな感じなんだけど、でもそれがね、うん、あのその違和感がすごい気持ちいいんだよね。だからそれはなんか偶然できたもんじゃなくて、ね、計算されたものだったりするんだけど、はい、なるほど。よせうるさいでしょ、ね、うん、そう、ドイツなんこってやつでこれ、ね、ちなみにパルシャンブルグって泡の城っていう名前なんだよね、うんうん、あとこれね、こんなシングルとかも出てるんですけど、うん、ね、あとこれシングル集めたやつ、うん、出すシングル当時のさ、うん、当時のっていうかさ、まあ、そのドイツ国内およびヨーロッパでの評価ってさ、どんなだったの、うん、パルシャンイギリスとかでとか分かんないけど、ドイツで、聞く限りはやっぱりそのジャーマニーウェーブっていうのがすごいムーブメントとして流行ってたから、うん、まあね、あのその中のこう話題のグループ、うん、じゃ あのもうキャリア古い人にパリシャンブルク好きなんだよねって言ったらおーっていう、まあでもあとはさ、そのあの一般のさ、その普通のヒットチャートに入るようなグループじゃないけど、まあまあね、でもその後のさ、そのトーマス・フェルマンだったりとか、うん、モリス・オーズワルドが在籍したグループっていうので、うん、もうテクノシーン、いわゆるクラブの方のテクノシーンとかでは、まあ、あの、まあ、知ってるよね、うん、なるほどね、うん、でここからホルダーヒラーの話だね、うん、ホルダーヒラーがいた頃の、うん、あのパルシャンブルグが、のだったんだけど、このアルバムだけでやめちゃうんだ、ホルダーヒラー、うん、で、ここでねソロアルバムを出すんですけど、はい、これとかで、これがすごくよくって、またこれで、あのパルシャンブルグの時はバンドだったんだけども、うん、こっちになったらちょっとサンプラーが出てきた頃で、はい、うん、で何だろうな、アウトロノイズとかとも同時期なんだけど、それとも全く違 う、ね、あの視点のサンプリングの使い方っていうさ、うん、でこの人やっぱダダイズムとかにすごい影響を受けてるって、うん、で歌詞とかもそうなんだけど、あのちょっと聞いたりとか読んだり、あの見たり、歌詞見たりすると何を言いたいのか、何を指してるのか分かる、具体的なあの歌詞っていうのはほとんどないのよ、抽象的何かのことを言ってるっていうことは書くわけでもないし、うんうん、でもただ単語の羅列でもないっていうみたいな、そうで、はい、それがあのさっきのパーシャンブルグのファーストアルバムでもその、うん、なんだっけ1曲目、はい、これなんだけど、うん、ビアバウエンアインノイシュタットっていう、うん、これ僕たちは新しい街を作るっていう歌詞なんだけど、これとかもあの僕は石を渡すからあの砂をくれとかっていう、うん、で俺たちは新しい街を作るっていう、うん、あの歌詞なんだよ。で、まあ、それだけ聞いたら何のこっちゃ分かんないんだけど、うん、でもそれも、まあ、その当時のジャーマンニューウェーブのさ、うん、あの今までの新しい価値観から新しいものあのと違った新しいものをシーンが始めると、うん、あのムーブメントっていうところにもかかってるっていう、うん、なるほど、うん、まあまあね、はいはいはい、あと これもね、本当他の歌詞とかもこのファーストアルバムもね、あのグルーネスヴィンケルカヌーとか、うん、これ緑色したウオツリカヌーっていう、いそれその単語好きだよな。で俺はこの当時そのこのアルバムのタイトルとか英語訳も入ってるんだけど、うん、でそれをこう日本語にドイツ語もちろん分かんないから辞書も持ってなかったし、それを英訳が入ってたから、英訳を日本語にあの辞書片手に訳した時に、はい、こんなに突飛な歌詞っていうのはそれまで聞いたことがなかったから、うん、でそれが、あの決してシリアスな感じ だけじゃない音かで、かといってコミックバンドみたいな音じゃないところからこれが飛び出してくるっていうところにものすごい衝撃を受けたんですよ。そうね、うん、あとこれこのジャケのさ、うん、この橋のこのさ日本ちょっと日本庭園の感じとかもさ、うん、ちょっとグッて持ってかれるよねやっぱね、うん、そうお前その緑色したウオツリカヌーとかさ、うん、すごい痺れたそれな、うん、あとね、断るごとになんかどっかに、うん、チラシ隅っこに書いたりしてたようなであとなんかグーテルフトとかさ、グーテルフトってあの綺麗な空気とかなんだけど、うん、これ元々のタイトルシングルに入ってた時は、うん、アッシェンベヒアっていうタイトルなのよ。アッシェンベヒアで灰皿、はい、あーなるほど灰皿って曲作るそうねすごいよね。まあ確かにね、うん、はい、そういうところですごい衝撃を受けて、うん、でホルダーヒラーでこのアルバムが出るんだけど、これ84年、
84年か、うん、に出るんだけども、うん、実はねこれこの時にね、うん、あのホルガーヒル来日してるんだよね。してますね、はい、これねシングルです、はい、でちなみに滝くんが、はい、ちなみにこれまあ初来日、初来日だよね。初来日でやったライブを僕一応見に行ったんですよ。それ高校生の時ね。当時高だから84年だから多分高校2年生84年の11月だって。そうでしょ、だから俺多分高校2年生で、うん、まだ野球部バリバリの時だったんだけど、うん、もうこれどうジョニーとかさその辺のだから結局どういうのちょっと見てってことになって、うん、で部活をサボるわけですよ。部活をサボって上京して見に行くんですよ。日帰りだったんでしょ。日帰りだった気がする、ね、当時泊まるほどの財力もスケジュールもなかったでしょ。ないんですけど東京にライブ見に来るんですけど、ライブ会場が池袋の西武あるじゃないですか、デパート西武の納品場なんですよ。だからここほらラフォーレだから、ラフォーレも一応ファッションデパートだから裏に納品場ってあるじゃないですか、後ろトラック横付けして荷物下ろすみたいな、あそこの納品場でライブなんですよ。だから納品場ってさ、うん、トラック横付けするからちょっと高くなってんだよね、台の分だけ。2台の高くなってる。2台の分だから高くなってんだよ。でこの向こう側の納品される側にホルガーヒラってがいて、でこっちのトラック側に俺たちが客として見るっていうやつで見に行ったんですけど、うん、ちなみに対バンが EP4 だったっていう、うん、でなんかその時の来日ってホルガーヒラのバンドじゃなくて、うん、ホルガーヒラのバンドって日本で集めたんだよね。あ、そうなんだ。そう、うん、でちなみにそれタギが見た初めて の, あのガイタレ ライブでね。そう、うんうん、次は超4ピルでしょ。超4ピル見たことねえけど。いやもうやってた、今行かねばなるまいなって今思ったけど、うん、当時だから本当坊主頭だからさ、うん、で東京にライブ見に行くなんてさ、うん、もう超ハードミッション。坊主頭が東京に行っていいのか、行っていいのかなっていうところ。それは俺も思った。そうでしょ、うん、もしかしたらタバコを持ってたら補導されるんじゃないかってさ、前回のお前のやつもあるからさ、うん、でもうあの透明バスでしかも行ってさ、うんうん、いや安かったんだよね。安かったんだよね、うん、静岡の2500円ぐらいで行けたんだよね、うん、バス使えば、うん、で新宿ついてる池袋行って、ここが池袋かみたいな。その時お前さ、 K ファクトリーにハマってたことだ。軽ファクトリーはまだ来てなかった、その時は。あ、そう。その時はなんかドテラで行かないだろうかだって。一番おろしたてのやつ。そうだろ、よそ行きの素朴すぎっていうか。あと近所の人が縫ってくれた千人針を腰に巻いて、そこに困った時のためのおかつあげされた時用のお金を入れて、砂糖縫い付けての話だろ。でまず次は木刀カウントだな。なんか変 なんかモッツコートにだって坊主頭を隠さなきゃいけないって、うん、ベレー帽かぶってた気がする、うん、あのちょっと話の途中で悪いんだけど、うん、あの修学旅行でみんなあの木刀買うじゃん。木刀とか京都の場合ね、京都とか木刀とか、うん、十手とか買うじゃん。買うあれをでなぜなのかっていうのを俺考えてみた。俺なり あの何説があるのよ。あーなるほど、うん、その武器を買ってしまう、なぜ武器を買ってしまうのかっていう。で、うん、あれはあの、まあ、女の子武器買わないじゃん。そうね、女の子で10手買ってるやつとか。そう、ね、まあ、先に新京極ついて10手買ってるやつ逆にすげえっていうか、うん、ちょっとそそるなって今思いながら。でしょ、うん、であれはなんで、うん、あの買うかっていうと、うん、あのやっぱり初めて修学旅行とかってもうあの親元を離れて、うん、であの要はアウェイの自分の知らない土地に行くわけじゃない、まあね、ほんと周りは全部敵だっていう、うん、で身を守るためにやっぱ武器的なものっていう時にやっぱ、うん、たとえ真剣じゃなかったとしても木刀でもいざっていう時にはなんとかなるっていう感じと、うん、あと10手にしても、うん、ゴヨッゴヨッってなるほど。10手でどう戦うんだってなるけど、はい、でも一応さ、そういうなんかあのあのオスとしての防衛本能が、うん、やっぱり修学旅行で武器を買わせるっていう。あの僕とは武器で分かる。もう十手あれあのディフェンシブなやつ。ディフェンシブだったら受ける。まず受けから始まる。だ別に人を傷つけるためにやってんじゃないもん。そうだ、どっから攻めてこられるか分かんないから、うん、一番だから身を守るのに、うん、一番で、あと武器持ってると絡まれる可能性あるから。まずああそうかな、だってめえってことだ、うん、あなるほど。やる気かっつ。お主拙者とっていう。あなるほど。勝負だってことになると。でもそれじゃなくて。
でもセルフディフェンスの意味で10頭腰から下げておくっていう、うん、でしかもでかすぎると荷物になるし絡まれる恐れがあるからキーホルダーサイズでいざとなったらこう戦う今の話で10頭腰から下げてって俺京都で10頭腰から下げてるやつ見たことねえわと思ってだからキーホルダータイプ気持ちとしてってことねそうそう気持ちああなるほど携帯できるものっていうことでそれでじゃなんじゃねえかなっていうああそのまずっていう安心したいってことね、うん、これで大丈夫だから新興国でスタンガンとか売ったら売れると思う、うん、あまずそう中学生向けのやつああまずねあと9ボルト電池とか入れてああなるほど舌を出せピキッピピピってピリってねお前9ボルト電池のピリな好きだな本当に好きなんで昔から、はい、不思議っていうのあるなまずなそこはそう、うん、あの電池単一だとできないもんなそう単一とか普通 の単一、うん、単二単三を舐めても何も起こらないじゃん、うんないでもあの9ボルト電池を両方プラスマイナスいった時のピリッていうかガッていうなでそれを1回知っちゃった後、うん、もう1回あの確認のために行くじゃん、うん行くうん、で行った後に今度は誰かに試したいっていうそうねでなぜそれ発見したんだろうないや みんなだって独自で俺も多分ビリってなったことあるけど、うん、やっぱみんな行っちゃうんだろうなそれか誰かにもう舐めさせられて行ったのかもしれないそれやっぱなるほどやってみろっていう受け継がれていくっていうパッチンガムと同じ感じそうそうあの昭和の野球部のいじめと一緒あなるほど、うん、伝統の火を絶やしていけないっていうことだ いけないっていうことだなるほどそういうことだああなるほどね、うん、はいでだからその9ボルト電池、うん、9ボルト電池のスタンガンみたいなもんだからあそうね、うん、激用スタンガンみたいなねはい、はい、あれとこうなんかこう マジックハンドみたいなビッてッエンマ様が使うやつエンマさんでも切るやつじゃないけどそうそうそうエンマ見習いのやつつかむやつ掴んでキッて突っ張った後にひもとでピッてエンマ大王を育てる専門学校で使うやつインターンが使うやつ、はいはいはい、まず入学で新品渡されるやつな塗装が剥げてないやつ学校で入学時最初青いんだみたいなやつな入学時買わされるやつあなるほどあ磁石みたいなもんなだからあの感じのやつなはいはい、まあそうね、うん、でまあそれはまあいいとして、うん、なんだっけホルガーヒラーを、うん池袋まで見に行きましたよっていうところからそうだったそうだったそうで、うん、でもね何かね、うん、当時17歳の高校生が、うん、だったわけじゃんかで、まあ、それが尾崎豊じゃないけど、うん、が見るのだとやっぱもう尾崎正則がピエロ大崎がピオザピオザ見るのはやっぱもうなんかもう すげえモダンなセットだったんだよ要は、うん、そのあなんかねそうでこれの日本版の解説に書いてあってビデオ、うん、当時まだコンサートではあのビデオ流したビデオを使うのが珍しかったんだけどそれをあの本人ホルガー本人からの、うん、あのたっての希望で、うん、それを使ったっていうの書いてあるよこれにそうあのライブに映像を使うっていう、うんうん書いてある、うん、とか書いてあるのそれ、うん、そうそうそうでこの時の、うん、あ本当でライブを使うにはそんな予算もなかったんだけども、うん、そしたらそれ何ヶ月もかけて、スイスのスタジオで2ヶ月近くにわたってスイスのスタジオで編集したものだったそうだったハメ撮りのハメ撮りのやつをスイスまで行かなくてもよくねってなるけどスウェーデン当時だとスウェーデンでしょスウェーデンねスウェーデンイコールノーカットブルーフィルムでいやいやだからその本当にその、うん、前座で EP 表出てくるとこからうわーなんてなってるから、うん、そっからその後映像入ってってやつでなんかへーってなんかドキモノされて帰ってきた12兵ぐらいへー、はい、その時前言ったのが兵ボタンだって、はいで、うん、で実はこのねライナーノーツなんだけど日本版のでこれは、うん、あのウェーブから出てたんだよね、うん、でこの頃のウェーブって知って、はいうん、ジャーマニーウェーブすごい押してたんだよねしてた押してた、うん、この話したっけじゃあのウェーブが、ジャーマニーウェーブをしてて新生堂が、うん、あのクレプスキュールクレプスキュールはははこの三角形のオービーのやつにあったじゃんやってたやってた、うん、新生堂とクレプスキュールそうね、うんはい、ミカドとかねあミカドとミカドそうねちょっとレーベル合戦みたいなとこがあって、ね、そうそうそう、はい、まあでもあのねでもそれはねすごい良かったのが、うん、あの当時輸入版ってほんと高かったのよ、うん、特にヨーロッパ版って、うん、あの静岡で買うとなるとまあそうね LP なんか3000円が下らなかったっていうかさあの
もう言い方悪いけどほぼ末端価格っていう感じで、あ、君のやつ、そうそうそうその感じでした、うん、本当にね、そうそう裏取引、裏取引で、そうそう、でそれでそれがあのウェーブとかそういう蘇州制度とかっていう、まあいわゆる日本の国内ディストリビューターみたいな形 であったおかげで、うん、意外にその輸入版の当時の相場よりも安く買えたって、であと近所のレコード屋さんに言えば何とか手に入れるルートがあるっていうね、そうそうそう、新生ドーンがどこにどこにでもあったからね、うん、で何だっけ、ニューオーダーのエビリシン・ゴン・グリーンとか、うん、もうクレップスクールから出てて、うん、それで買った覚えがある、あそっか、あれそっちか、うん、でね、これがヒダの話に戻ると、うん、でこのライナーノーツなんだけど、うん、これが俺にとってはすごい実はすごく大事な文章があって、うん、でこの中にクリス・ボーンっていう人が書いた、NME、イギリスのね、音楽雑誌、うん、NME のに載った、ホルガー・ヒダーのインタビューの訳が載ってるんですよ、うん、日本語訳が。でそこにある、フレーズで、ホルガー・ヒダーの発言で、次から次へと思いつく陳腐なことを重ねていくと、スーパー陳腐なものが出来上がって、言葉の裏にある新しい意味を開拓することができるって、うん、でこれは俺こう囲ってあるんだけど、これ、当時でこの間もう痺れて、何度も聞きましたよそれ、うん、はい、本当に、うん、肩半分がもうビリ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 なんて半分なんだよ9ボルト電池のいや属性がもちろんあって9ボルト電池を縦に舐めてたから縦に2本いくと18ボルトだね、なるほど、じゃあそうすると全身右と左で分けるっていうね、そうそうそう、なるほど、はい、あのちょっとずついかないと高かったから300円ぐらいしなかった、したよね、あと使う目的がないってエフェクターぐらいしかないっていうさ、あとさ、最初の出会いはやっぱプラモデルじゃない、9ボルトで9ボルトの結構あの戦車とかのやつだった、あそう、今ちょっと角栄っぽい感じの、あは角栄じゃないよ別にいやここは発声が角栄だった、うん、あっていう、そうそう、あなるほど、角栄ここで回すなってやつ、ね、角栄スロートを使ってた、あなるほど角栄スロートやっぱこう喉温めてんだなっていう、なるほど、いきなり行かないっていうさ、あんこつばきと同じかなあっていうとことあんこつばきってそんなあんっていうかね、あれあのオランダ語とかドイツ語とやってるから、そう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 ね、そうね、そうね、はってやつね、そうそう、はい、それ、うん、なるほど、それこれはでも、うん、お前このフレーズ好きだし、いやこれはでも感銘受けたし、まあ真理をついてるよね、うん、それで、うん、これ高校生の時にこれ読んで、うん、すごい感銘受けたんだけど、うん、実はそれ 今もう、うん、53歳、まあそうね、54歳、うん、なって今でもこの2人でやってる電気グルーヴに、はい、こと電気グルーヴ の表現方法に関しては、うん、未だにまあそれは続いてるなっていう、続いてるし、うん、この言葉の通りになることあるよね、なんか2人の歌詞とか作っててさ、本当リズムに乗るくだらない言葉だったりとか、ちょっと不気味な言葉だったり、きっかけの言葉を、まあ、2人出し合ってくるんだけど、歌詞、うん、になってた時に後からこれなんか意味あるように見えるなって時あるもんね、その辺にさ、ペットボトルが1個捨ててあるとするじゃない、うんね、それ1個だったら多分のゴミだけども、うん、それがもうね、うん、山ほど集まったら4000個あったら、はい、それはもうゴミ屋敷だよっていう、なるほどっていうか、まあ、まあ、もうゴミじゃないじゃん、うん、そうね、はい、ゴミでも屋敷だからね、まあそうね、カテゴリー変わるっていう話ですからね、うんうん、屋敷も、屋敷とか言って太刀って読むかな泣かないでで、なるほどな、はいまあ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 、鈴木蘭蘭の鈴木蘭蘭の泣かないぞえ、泣かないぞえ、泣かないぞえでしょ、泣かないでぞえ、泣かないでぞえ、パスぞえ、パスぞえまあね、まあでも確かにそれは、うん、なんでしょうね、すごい根本に、うん、そうだからありますよね、後々の活動とか今の表現とかにもつながってますよ、うん、君は本当に、うん、そのために生きてるって言っても過言ではないって言い過ぎかもしれないけどそれだけのためにそう単一機能だな俺、そうだろう、うん、でも反論は認めねえってとこがあるけど、うん、まあまあ、でも そこの部分にずっと突き詰めてるとこあるよね、たまにこっちが見てどうかしてんなと思うとかあるもん、それで犯罪者にですよそう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 。いいね、俺白なのに、そうでしょ、うん、でもこの二人の間の価値観はね、うん、そういうとこじゃないんだよね、有罪か無罪かってことそう
どんだけでかい山を張ったかっていう。なるほど、うん、蘇る勤労的な話。なるほど。まあそういうね、はいはい、うん、で、うん、まああとまあそれが開いて、このアルバムとかも今聴いても全然ね、うん、楽しめると思います、うん、そうね、いやそうね、あとね、そうホルガーヒラはこれとか、うん、これも後にもいろいろミュートからも出てんだよね。あ、ミュートからも出てる、うん、であとこれとか、これシングルなんだけど、これアソシエツってバンドのビリー・マッケンジーがボーカルやってたりとかね、うん、結構面白いんだし、あとこれあの俺たちの大好きなアンドレアス・ドラウと一緒に組んだ、アンドレス・ドラウ&ホルガーヒラーのオペラ、夢の組み合わせ、おお、なるほど、オペラ、オペラなんだけど、うん、そんな面白くないんだよね、うん、これね。そうだろうね、あのね、あのグーテンモルゲンホーゼっていうね、あのおはようズボンっていう。いいよね、ほんとね、いいね、そういうのね、うん、っていう。でまあちょっとパルシャンブルグの話に戻ると、はい、でその後パルシャンブルグであのホルガーヒラー辞めちゃうんですけど、辞、うん、めた後にこのあのバルタ・ティーリヒっていう人が入って、うん、今度この人がボーカルになって、うん、でこのセカンドアルバムね、まあ、全然あ、はい、あの全然トーンが変わって、うん、ファーストとちょっとラウンジっぽいんだよね、うん、ね、うん、ちょっとあのアコースティック色も強いっていうかさ、うん、でこれルパっていうアルバムなんですけど、うん、セカンドでこれもねいいですよ、いいですよね、それも。あのちなみにもね、レギュラーパーティーでイエローでねやってたパーティーと、うん、僕がそのソニーの中でやってたレーベルのタイトル、うん、あの名前がルーパって言うんですけど、ね、はい、スペルは違うんですけど、あの ここから取りました。 なるほど。あとこれとかね、これほらエッチング、おお、これ片面シングルでこっち、まあ、こっちは音が入ってるけど普通の溝がありますけどもっていう、うん、こういうね、はい、というね、はい、うん、これこれこれすげえな、いいでしょ。でこれがしかもこのでこれはたおそらくね、このアルバムねほとんど売れなかったと思うんだよね。こっから結構あの実際にはちょっとあの瞑想期間、瞑想っつってもあのお前の好きな孫子の方じゃないぜ。瞑想、水中空爆とかイニシエーションの方じゃなくてこと。水中空爆じゃない方ね。そうそう、はい、で空中君ばか。お前の好きな孫子ってもすげえ探しちゃったんだけど、よく考えたら孫子一人しかいなかったと思って。あ、お前にとってんの。お前にとってんの。でこれあの、まあ、ルーパー出して、でその後この同じ、この同じメンツでポッキー、ポッキーこれもいいよね、で、うん、でこれ何違い分かる、これ。え、ここ映ってるかな、これ。要は同じ曲なんだけど、イギリス、あのこっちはドイツ版なのよ。うん、でドイツにいた時はメンバーこんだけいたんだけど、うん、でこの曲がイギリスで何ヶ月後かに出た時にはもうメンバーがいなくなって減ってんだよね、ここ、うん、ほら、アーシャもないの。で、ボーカルも英語版で取り直してて、あ、イギリス用にってこと、はいはい、でほぼね、メロディーラインとか一緒なんだけど全然ボーカルのトーンが違うからね、これほぼ別の曲と言ってもいいっていうかね。うーん、なるほど。でここまでで実はそのセカンドアルバムのエラーは終わりで、うん、彼らの、うん、で次このビートオブトゥー、うん、これも聞いたよね、うん、これとかイージーゴーとか、うん、でこのアルバムが出るんだけど、これサードアルバム、はい、これバレブシャンブル、あのフランス語なんだよね、うん、でね、これ、あ、シャンブルが話せますかっていうタイプで、でこの時はもう3人組になってて、うん、でこのサードアルバムってこれが一番多分売れなかったんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもこれ前の今までとの違いはこれだったらドラムマシーンになったの、うん、でスタジオがデペッシュモードの時も言ったエンジニアのガレス・ジョーンズ、うん、今ダニエル・ミラーともやってるガレス・ジョーンズが全部プロデュースして、うん、ですげえこれエレクトロニックな、うん、でもこれがでもパデシャン、果たしてパデシャンブルグなのかっていう、まあそのやっぱファーストのそうそうザリザリしたやつ。そうね、みんなね、これとファーストアルバムの、うん、音の質感の距離っていうか、うん、と言ったらもう同じバンドとは思えないっていうかさ、うん、で全部のアルバムボーカリストが違うから、うん、そうね、ファーストのさ聞いた時のさ、うん、ザリッとしててさすげえ衝撃あるんだけどさ、うん、なんか聞いてるとちょっと困る感じあるじゃん、なんか、うん、どう受け取ったらいいんだろうみたいな。それは、うん、お前は生まれて初めて、うん、女性に乳首を舐められた瞬間覚えてる？生ま
れて初めて女性に乳首を舐められた瞬間か、うん、今もそこに対してフォーカスしたことなかったわ、うん、覚えてねえのかもしれない。その時、まあ、俺は俺とか、うん、多分これ多くの人が賛同してくれると思う、これとか、うん、あの多くの男性諸君が、うん、あの同意してくれると思うんだけど、うん、その気持ちいいでもどうしようっていう、うん、どうしよう なんだこれはっていう、はい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 、まあ、松田優作だよね、なんじゃこりゃって抗えないっていうね、そうそうそう、まあ、死にたくねえよーって乳首殴られながら死にたくねえその後あ違う違う違う、だってそのあのなんだこれはっていうさ、うん、でだ衝撃の方がでかくて、はい、でも、うん、でも気づいたら体は反応しているぞっていう、うん、そうね、はい、うん、だそ、うん、あの言葉じゃない理屈じゃないっていうかさ、うん、何も出さない何も聞かない、はい、そうね、はい、山崎山崎今最後もゴール前のボールやってあとシュートするだけだったの、はいはいはい、今あんまりも何してんだっていう、お膳立てしたですって、昔ジョーが叱られたやつだそれでまあ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 、うん、そうそう、うん、でそういう感じだから、そのあまりにも未知のものすぎて、うん、今までの自分の持ってる、そうね、当てはまんないんだよね、そう当てはまんないけども、うん、でももう体はすでにそれにあの興味を惹かれてるし、うん、あのその心地よさにもうハマっているっていうさ、うん、そうね、うん、まああの快感の時もあるし、今まおお今薬師丸で入ってきたね、セーラー服と快感セーラー服と前科者いやいいね、いいタイトルいいタイトルで、それがちょっとさ、なんかこう快感に感じる時もあるし、何快感に感じる時もあるし、なんかちょっと一回打ってから、ここがスローになってくる、快感ここにこうあのこっちかな、ね、怪我するんだよね、そうそうそう、ビール瓶が割れたやつで、あね、うん、あの本当なんだよ ね、 あれね、それは本当にあの撮影の時に、うん、あのジャッキーチェンが上かと落ちてあの骨折したあのこのこういうとこにそう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 ドスンドスンドスンで落ちてくるやつ、ね、あの日ジャッキーチェンがその、 あの足折ってで病院でロケ中断して、うん、病院に行って戻ってきてこう足石膏はめた上からスニーカーの絵を描いて、うん、続きをあのまた撮ったっていう、最近それ聞いたばっかりなんだけどこの番組でじゃないそうだ俺最近聞いたことあるなと思ってな、これ何だろうこのシチュエーション、もうこれがデジャブデジャブデジャビューなデジャビュー、はい、デジャビュー、でも名前があのピエールなんだけど、やっぱそういうフランス語に関してはあのこのアルバムタイトル同様ということですね、はい、うん、まあ、そういう、うん、であとねこのアルバムであともう一個電気グループと関係があるって言ったら、うん、インガフンペさん、あインガフンペさん、ツバイラムボーヌングのインガフンペさんって、はい、あの僕らの30周年アルバム、うん、30っていう30周年のアルバムでシャングリアをリメイクしたんですけど、はい、でその時に、のボーカル、うん、フィーチャリングはい、インガフンペっていう、うん、インガフンペさんね、バージョンでの出してそのフンペさんも参加してるんですよ、はい、うんうん、ね、長いねあの人も長いね、うん、いい人だったなとして死んだみたいにいやでさらにでパティシャンブルがその後解散するんですよ、うん、でまあこういうあのメンバーがコロコロ変わるようなバンドだったから再結成って言ってもっていう話じゃない、うん、まあどの時点でっていうね、でそんなもあの当然 ありえないって思ってたんだけど、それがなんと実は、うん、あったんですよね、うん、2012年の、うん、でしかも7月に来日してるんですよ、パリシャンブルクで、うん、あなるほど、で知らなかった、知らなかった、いやお前いや知ってます、知ってたっけ、知ってえパリシャンブルク君見に行った、いやでこっから話すね、うん、であのでこれでユニット、うん、あの大会のユニットでやったんで、はい、俺その時 DJ やったのよ、うん、あれどっか記憶に、ね、麻薬って怖いでしょどっかの記憶になんかすげえとすげえ奥の扉が今カチャっていうカチャって閉まった閉まったあのノックさあの仏壇のちっちゃいやつって感じでカチャっていうあのでマグネットのやつでしょあの上にこうマグネットがついてね、カチャッてする、締め忘れないやつ、そうね、あの仏壇にはマグネットつかないだけでって思うけど、はいはい、どうぞ、はい、仏壇の話する、仏壇の話はいいです、いやちょっと仏せっかくだから仏壇の話することないから、うん、いいよ、仏壇買ったことないでしょ、ないないでしょ、うん、俺ね実は仏壇買ったことあるのよ、
っていうのも、あの俺、まあ、君もそうだけど、うん、長男でしょ。で長男で、あのうちの実家、あの静岡の実家を取り壊す、まあ親父も死んで、うん、最後住んでた親父も死んじゃって、もう誰も住む人もいないから、うん、じゃあ取り壊しますって言った時に、うん、家にやっぱうちのばあさんが買ったでかいさ、まあ、じいさんの昔ながらのさ、うん、あの田舎ってさ、その仏壇に金かけじゃない昔の人って、うん、そうね、で東京のうちに持ってくると、うん、であの静岡なくなっちゃうからさ、仏さん行くとこなくなっちゃうから、うんうん、で上でじゃあうちにね来るって言った時に、そのあのその仏壇をさすが持ってくるわけ、存在感すごいから本当、まあまあそうね、じいさんぐらいあるってことでしょ、本当に。じいさん以上。じいさん以上。あれ顔見てたらじいさん3人ぐらい。じいさん超え、うん。なるほど。はい、松崎秀喜って感じ。あのバッチ人生。松崎さんがワイヤモンで後ろでこう使ってたぐらいのでかさがあるんだよ。はいはい、であの本当霊柩車の後ろだけ外して立てたのかなぐらいの、うん、でそういうのだって、まあ、でそういうのだったんだけど、でそれをさすがに持ってこれないかなっていうんで、うん、あの買い替えになっちゃった、買い替え、うん、下取りも取れしてくんなかね、うん、で買い替えることになったのよ、うん、であの東京 でその仏壇屋さん見に行ってさ、うん、仏壇屋すら行ったことないわ本当に。あの仏壇屋さんあるの、仏壇屋がありますよね、まあまああるよね、はい、あそこで山口萌え、うん、さんの実家で買ったお店、あなるほどなるほど、そのお店で、はいはいはい、でそこでやっぱり東京のだから今のその、あの生活に合ったちっちゃいやつがあるんだよ、都市型仏壇みたいなやつ、そう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 、都市型仏壇、都市型仏壇、そう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 、マンションとかでも行けますよみたいなやつ、そう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 、はい、そうやつで、そういうやつを買ってさ、うん、であとあの一番奥にさ、こう神さんいるじゃん、なんちゅうの、位牌、仏様、位牌じゃなくて、位牌の奥になんかいんのエコーの向こうはエコーの中に神がいるっていうディーペリーの言葉ディーペリーの言葉、あそうなんだ、うん、あなるほど、位牌の舞台、いやだから位牌だけ置いておくわけじゃないでしょ、簡単やけど、いやでもなんかそのセンターになんか、うん、仏壇とかじっくり見たことねえからさ、うん、でセンターに置く神様っていうのメインの神様に いなかった、あでうちのはあったなんかそのあの仏さんがさあっていうなんか、はいはい、でそれとかもじゃあ買わなきゃなと思って、うん、それさすがにあのバンダイってわけにいかないじゃん、うん、バンダイで出てたらな HG シリーズ、ね、HG シリーズな、うん、アマゾンライダーとか、あーなるほど、じゃないから、でそれを仏壇さんに聞いたの、あとあのうちのお寺さんにもね、うん、あのうちの あの親とか、うん、どんなのがいいでしょう、どうすればいいんですかって、うん、あのそれがサイズがもう合わないから、うちにあったやつ、ああでっかいやつに入ってるとね、ジャンボマシンだみたいなのあったからでかすぎじゃない、うちほどミクロマンって、あなるほど、そっちだっつってSD ガンダムみたいな、ああどんどんちっちゃくなっちゃってんな、はい、でそれしかない、うん、そんなんでどうしていいですかって、それ何でもいいですよって言って、え本当に奥の神様、うん、何でもいいの、何でもいいんだって、あのうちのだからそのお坊さんが言うには、うん、そこは何でもよくて、うん、それはその神様が大事なんじゃなくて、そこに対して手を合わせるっていう気持ちが大事なんですよって言われて、あそうなんだ、でそっからもずっと8センチ の短冊のシングル置いてる誰の、鈴木ランダンの中内さんそう誰のだよな、うん、下パキッてやらずにってことでしょ、そうあでも仏壇に手を挙げた時に奥から泣かないぞって見たらあーなるほどね、私のお墓の前で、ね、なんか私のお墓の前で泣かないぞえ、はい、あの一人称がもうどこだか分かんないけどね、そうね、はい、あの行ったり来たりしてくるの言っとくけど、あのお前たちは私のお墓の前で泣かないぞえっていうことでしょ、わが輩のお墓の前で泣かないぞえっていう、泣かないぞえってじゃあね来てくれてることちょっと嬉しがってるもんな泣かないぞえって言ってるじゃん、じゃあ、まあ、まあそういうあの、はい、ね、うん、仏壇の話、仏壇の話、うん、はい、あの33万円ぐらいだったと思うんだよ、うん、ちっちゃいコンパクトなやつ、うん、ちなみに俺が買ったあのトイプードルが32万円だったんで、ね、大体同じぐらいの値段って、トイプードルと、うん、仏壇同じぐらい、あと原付きそんなしないっしょ、あマジもっと安いの、原付き12-13万で買える、マジで、じゃあ、うん、よっぽどいい、じゃあの原付き2台で仏壇1個ってこと、新生ぐらいじゃん、新生もだってあのそうかいろいろあるから、ああまあそうだな、うん、そう33万、ちょっと昔赤いのサンプラーが32万円ぐらいってね、ああ S 線とか、うん、あの辺のとこのやつね、うん、はい、まあどうでもいい話、そうそうそうっていう、まああの
そう今話そうこれ忘れてた。ユニットまで帰ってきてユニットで、はい、その DJ やったのよ、うん、でやってその時にまさかのこうもうみんな覚えてんのかここまで、うん、ここに連中は大丈夫だと思う。いやここあのこれ今目の前で聞いてる人たち伝わってなかったらもう終わりだもん、うん、終わりだよな、うん、誰にも伝わんないよ本当に。編集すればそのほどもわけが分かんなくなってくる。で、はい、それで2012年の7月にユニットでパリシャンブルグ、うん、オリジナルパリシャンブルグと対バンするわけです、うん、対バンっていうか DJ やるわけですよ、うん、でその時に撮った写真もあってそれさっきの君のところに送られてるっていう。でパリシャンブルグの後に俺の DJ だったの、うん、でバンドの転換っていうか片付けやってたから、うん、で DJ 始まってからブースにいるからさ、うん、接点はなかったんだけど すげえ写真が遅れてきてんな。で俺途中 DJ やってる途中に、うん、小便したくなって、うん、レコードかけてトイレに走ってったのよ、うん、またトイレにかけ走ってって戻ってくるところでばったりホルガーヒーラーと、うん、トーマス・フェルマンと、うん、会ったところすげえ写真だけど、うん、パッと見た瞬間の、うん最初の感想が色味っていうこの色味っていう3人のっていう滝野姉さんの名前ひろみだけど、ね、ひろみですけどこっちかここだそうそうこれトーマス・フェルマンと、うんホルガ・ヒラーと石野卓球、うん、で俺すっごいピッチピチの服着てるみたいに見えるじゃん、うん、これ DJ の途中で汗だくで汗だくあそうなんだいやもう色味って感じ本当にこれな大脱走で見たって感じ。確かに囚人服の色。そうだろう。囚人服の収容所のさ連中が着てる色だもんこれ。自分でチョイスできない人たちがそうか着るやつっていう。まあまあそれが、はい2012年にあった。うん、まあそういうね、うん、パリシャンブルグでした。はい。まあまあ、そういう特にホルガーヒラとかからはその思想面というか、はい、表現するに上にでおいてのすごい、うん、未だにこう大事になってる、キーとなる言葉、まあ、コンセプトというかもう変わりようがないでしょうねそれはもうね、うんうん、カーリオカーリオ何テトゥーリオみたいな感じみんな集まれみたいな、うん、カーリオオーリオかとまあもうだいぶね酔っ払ってきましたんで、うん、そろそろお時間かなと、うん、いいですか言い残しでそうそうであとその他まあねその、うん、ホルガーヒラからその、コンセプトとかそっちを、うん CD、うん、でトーマス・ペルマンとかその、うん、モーリッツ、うん、モーリッツ・フォン・オズワルドとかからはそのいわゆるテクノミュージック、うん、ドイツテクノっていう部分での後にもこういろいろとこう影響を受けるっていうね、うんはいうん、っていう意外に大事なバンドだったっていう。そうですね。はい。パルシャンブルグ。君が見た初めての外滞のコンサートも、うん、ホルガーヒラーでしたよ、うん、ということで。まとめればこれだけで済むじゃんな。うん、でもそれをまとめちゃっちゃ、ね、そうそう俺たちのいいところがなくなっちゃう。そうそうそう。そうそう。TikTok でいいもんな。そう。まあそういうことで、うん、また今回終わりでいいですか。はい。いいですかね。じゃあまた。次回ということで汗だくでもそうだろうなんかしらびっちゃびちゃだもん本当にもう